佐賀競馬のレース展望番組、佐賀競馬、パッカル情報局。第二百七十二回、二月二十七日土曜日、レース展望。こんにちは、新コーナー、おきりなです。そして、今回の解説は、競馬専門誌日本一の小賀さんです。小賀さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。雨になりましたね。今日ですか。そうです。そうなんですね。そうなんですよ。外出られてるでしょ。絶対。<laughs> ちょっと肌寒いですよね。そうですよね。はい、で、週末も雨の予報ということで。はい。 この辺もちょっと冷たい雨なになりそうな気がするんですが、はい、この辺も心配なんですけど、まあ雨といえば森高千里ですよね。ちょっと収録止まりそうですけど、ね、<laughs> <laughs> 行きましょうか？はい,はい、はい、よろしくお願いいたします。うん、さあ、それでは解説の前にご覧の皆様に大切なお知らせです。佐賀競馬場では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、場内の滞留者数を3000名までに制限しております。 また、場内にある J プレイストスでは、原則 JRA 開催場のメインレースを午前10時から午後2時まで発売しております。場内でのレース映像の放映やオッツ情報の提供は行いませんので、あらかじめご了承ください。また、ご来場されるお客様へお願いです。体調不良時のご来場は自粛をお願いいたします。マスクを着用されない方、または体温が37.5度以上ある方はご入場いただけません。 手洗い手指の消毒にご協力ください場内では大声を出さず人と人との間隔を空けてくださいご来場の際は新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールにご協力くださいさあそれでは解説に移ります本日の展望レースはこちらです2月27日土曜日の展望は第8レースメインレースの加瀬川賞オープンと 第十一レースのアネモネ賞 A1、A2 の二レースをお送りしていきますそれでは展望レースその一です第八レース加瀬川賞の出走表です距離ダート2 0 0 0ル、午後5時10分発走サラブレット系3歳以上急頭立てとなっていますこの競争の一着場にはハガクレ大商店への優先出走権が与えられます さあそれではまずは古賀さんの予想から参りましょう古賀さんの本命は9番ウノピアットブリオ、はいまあ、そうですね、えー、このまま久々ではあるんですよね、うんまあ休み明けでまあ多少のね割引は考えたとしても、ですね、まあ、えと去年の中島記念のちょっと前ぐらいに戻ってきたんですかね、帰給して、まあ、それからね時間をかけながらじっくりと仕上げてきて。 うーんまあ、そうです、ね、最終追い切りなんかも半マイル54秒とねコーラップ刻んでますし、まあ、昨年のねあ昨年でしたかね、なまああのー、中島記念でね、あのー、6馬身でグレートパールをぶっちぎって、まあ、後続いかにもねそれ以上の着差をつけているわけですからね、まあ、自力だけ考えたらやっぱりこの馬が一番ですよね対抗は8番パイロキネシスト。はい 佐賀コース、2着というふうに着順も上げてきてますけどもねまあ短距離戦ですとえこの間がねスピード負けするんでんまあ来た時からやっぱり 2000m この辺りかなとは見てたんでね切り伸ばして前走もね解消してますしえまあここに向けてねえ非常にいい追い切りでえ来られてますからねうんまあここのレースに関してはもう勝負気配かなと思いますね。黒三角が 6番キングプライド、はいまあ、前回はね、交流重傷で10着と、まあ、大敗はしてますけどもね、まあ、地元はどうしならといったところなんでしょうけどもね、うーん、まあ、休み明け以降の、ね、レースぶりを見ていると、ね、強く見せたりもするし、あれっていうレースも見せたりね、ちょっとこう、ね、ちょっとつかめないところがあるのかなといった走りっぷりですけどもね。まあ ある程度、ね、ポジションが取れればもともとこの馬実績ある馬ですから、ね、上位争いは期待できるかなと思います白三角が4番マイネル・ジャスト。 うんまあ、このままね前回2着でまあパイロキネシストに続く接戦で曲げているわけなんですけどもあのブリンカーに切り替えてねえガラッと走りも変わってきましたしねレースに対する集中力というのもねえ感じられたレースだったのでねうんまあここに向けてはしっかり旅行かなとまあ中間もねえしっかり本数もこなしてますからねまあコンディションは良好かなとと思いいまますありがとうございました、えー、そして続いて私の本命は4番マイネルジャスト対抗2。 3番、佐野サマーそして黒三角にパイロキネシストそして白三角にキングプライド号といたしました古、えー、賀さん、気になるのがマイネルジャストなんですが先ほど調子は良さそうというお話いただいてましたが、はい、1>, 1回戦は休み明けですが、はい、こちらはいかかがですか、うん、休まあその何かねコンディションを崩してるのに休みなわけじゃないですから、うん、まあその休みと言っても。 ね、どれぐらいの期間なのかとかどれぐらいのタイミングどのタイミングで休みを入れてきたのかということを逆算して考えていったら、うん、その休みの意味が分かってくるので別にこの休みは全く気に入らないですえその点でウノピアットブリオの8ヶ月休養先ほどもう準備は万端じゃないかという話でしたけれども、はい、その点も同じく調子はいい感じですすか、うん、そうですね、まあ、これだけ休んではいるんですけどその休み前、ね、3連勝してるんですけどもねこの時の走り 自体がね、保養も、ね、あんまりよく見せなかったですし、まあ、本調してない中でこれだけの活躍をしているわけですから、うん、重傷も本調してなくて重傷を買っているわけですから 2>,、はいね、2着に負けたのがアンバラージュですよアンバラージュね,まね後々どういう活躍をしていったかっていうことを逆算して考えて休み明け以降も、ね、全然保養いいですし雰囲気ね、ね、えーまあ、入念にそのコースに乗られてますからね。まあそのうん ま、このままの自力考えたらね。ちょっとここ違うんじゃないの？って思いますけどね。うん、楽しみですよね。さあ、それでは古賀さんの買い目です。こちらです。古賀さんお願いします。うん、はいまあ、先ほど説明したえ、4頭ですねえー。宇野ピアと軸に相手追加でえっと3番の佐野様はですねうんん。そうですね。まあこのまま非常にこう。 綺麗な馬ですよね。栗毛の生えて、うーんただこう持久力に優れたタイプで、あんまり瞬発力勝負には向かないのかなっていった印象はね、えー、まあ、走る前からも思ってましたし、走って実際に見てそれも感じたので、うんまあ、距離伸びてはねいいと思います。うん、あとゲットワイルドですね。2>, はい、2番のゲットワイルドねはね、い、まあ以前の好調期と比べるとね、ちょっとこう休みのタイミングとかを考えるとちょっとこう疲労感が。 泣くもないんですよねただ前回のレースに関してはねそのこの馬が一番苦手とするその瞬発力勝負のレースになってしまったので、まあ、切れ負けしたなといた印象だったんですよね。うんまあ、この馬ね、距離が伸びた方が持ち味生きてくるんでね、うん、あの九州大昇天でしたがねその時もそうですけど、ね、グレートパールに次ぐぐらいのスタミナこの馬持ってるんでね 2000m、うんうん、だったらこの馬が持ち味発揮できるかなと思います。はい ありがとうございました、えー、そして続いて私はこう買いたいと思います馬連ボックスで3468と各500円ずつ買いたいと思いますというわけで以上土曜日のメインレースでしたそれでは続いてです展望レースその2です第11レースアネモネ賞の出走表です距離ダート1400メートル午後6時40分発走サラブレット系4歳以上9頭立てとなっていますさあそれでは 小賀さんの予想を見てまいりましょう。まず本命は4番ノーフィア。はい。ノーフィア,、はい、うんフィアそうですね。まあ、中央ではね、まあ、オープンでも活躍してますしね。まあ、前走も重症にね出走するぐらいですからね。うんまあ、普通に考えたらね同級者のあのドラゴンゲートですとか、まあ、キャプテンハウル、えー、ハウルテンですか。まあ、ちょっと相手にならないぐらい強いとは思うんですけどもね。まあ、前えっ、ー、とこの前のね調教、えー、見 ていた感じでは、うん、本調子ではないのかなといった印象があるんですけどもねただこう体の作りとか見てみるとこう重心も低くてね、まあ、短距離のダート校舎らしいそういった、えー、形してますんでね、うんまあ、自力でね、まあ、それでもね圧勝してしまいそうな感じもすするんですけどねそして続いて対抗は7番北から来た娘。はい うーんまあ、この馬もね、こうメキメキと力をつけてきてますよね、強、ま、い、あ、相手ともやれてますけども、うん、そうだな、まだこれからの馬ですからね、うん、また暖たかくなってきて、うん、ますますこう、えー、成績もね、いい成績上げられるんじゃないですかね続いて、黒三角が5番、名将淡路。はい うんまあ、ちょっと、ね、スタート、ね、出まきはしたんですけどもね、初、ま、戦、あ、としてはまずまずの内容かなといった感じもありましたんでね、うまあ、そうですね、えー、コース2回目ということでね、まあ、気配も上昇して、まあ、成績も伸ばしてくるんじゃないですかねそして、白三角に、8番、カシノビート、はい、うーんそうですね、えーまあ、前回は、ね、7着とは破れてはいるんですけどもね、 うん、まあ、前に行ってね、あ、その極端にも下がってないんですよね。えー、コンマ八秒差ですから。まあ、本当にこう、楽にね、もう少し前でね、競馬ができれば。まあ、前回以上のね、着順は、えー、上げてくるはずなんでね。まあ、一変する可能性はあるかなと思います。ありがとうございました。私、気になってるのが六番の昇進員なんですが。昇進員の調子っていうのは、どうなんでしょうか。うん、調子はもう変わらずいいと思いますけどね。うん、前走もこう。 その前が9着とちょっと残念かなっていうところなんですがまだまだ伸びそうな感じなんですかね、うん、伸びるとも思いますしそうですねそのクラスが上がってのこの成績なんですよね,そうですね3、8、9、5着というふうに、うんまあ、勝ててはいないんですけどもそのある程度、ね、その通用のめのは立っているのでもうちょっと、ね、このクラスあたりでも、ね、慣れて、えー、その自力を、ね、ベースアップしてくれば。うん いいのかなと思います。はい、なるほど、ありがとうございました。それでは古賀さんの解説も見ていきます。こちらです。お願いします。はい。まあ、先ほど、えー、紹介しましたノーフィアを中心に組み立てて、えー、そうですね。昇進とえっ、ー、と3番のクレスタランですかね。うん、まあ、クレスタランね前走がその馬体をね体重を落としての出走で。 うん、あんまりこう使い込まない方がいいのかなといった印象と、で今回ね長距離でねブリンカーハメでねもうえらいこうハマりが良くなってるのでね、うんまあ、えー、前回全然かえ後ろから競馬してますけどもね、うん前には行きそうな感じですね、はい。ありがとうございました。それでは続きましてトラックマンの一押しのコーナーに参ります。解説者の皆さんに最も自信のあるレースを一つピックアップして紹介していただきます。古賀さんの土曜日の一押しレースはこちら。 7レース、11号馬、ねはいね、前回が、ね、3着と、まあ、序盤から、ね、ちょっと不利といいますかね、と言いますかねこうなかなか、えー、いいポジションが取れなかったんですよね。まあ、レースを見ながらスタンド前通過しながらあまあ、今日のレースは負けたなとただ負けて惨敗するのかどこまで見せ場があるのかというふうにレース切り替えてみて,て。 最高峰からね、あれ、あのー、とで、ね、素晴らしい足を使って三着浮上して。っていう形だったんで、レース終わった瞬間にですね、あ、もう次のレース勝つなっていう。うん、判断をしましたので、はい、まあ、この、まあ、です。なるほど。はい、いや、ちょっと、気になりますね。はい、そして、もう一頭、私気になるのが。えー、休み前に、え、一着、その前も一着という、リカロ、リッカーロッキーなんですけれども。はい。 こちらもなんか調子がいいのかなというふうな気がしてるんですが印もあるのかな。やっぱり強いですよね、このまも。スピードに関しては、ねまあ、この中でも最上位でしょうからねただ、逃げてね勝っているだけあってねもうちょっとこう展開がねこうごちゃごちゃっとしたときにどうなのかなっていうのもありますしね、まあ、初戦でね、まあ、このまま後ろから出遅れて、えー、追い上げてはいるので。 どこからでも競馬というよりも極端な競馬が合うのかなって言った感じもします、はい、なるほど7レース小笠の一押し岩沢織どんな走りを見せてくれるのか、はい、皆さんも楽しみに注目されてくださいそれでは続いて機種のリーディング情報についてお知らせしていきます前回の結果は8勝を挙げた日田真と騎手がトップで続いて山口勲騎手、真島正則騎手が5勝を挙げました 2021年のリーディングについては飛騨真人騎手が29勝を挙げなんとここでリーディングトップに立っていますデビューしてわずか5ヶ月の新人日田騎手が山口騎手をかわしついにトップに木曜日には1日で6勝を挙げるという新人離れした圧巻のパフォーマンスを見せてくれました。 小川さん、ひだ騎手の活躍すごいですよねあ素晴らしいと思いますねうん、はい、ぜひ皆さん今後のリーディング争いにもぜひご注目くださいえー、そしてここで重賞レースレポートです2月25日木曜日に実施した九州三馬限定重賞の第25回タンポポ賞は日田まなと騎手騎乗で JRA 所属馬の色鉛筆号が優勝しました 2番手でレースを進め向こう正面から気合いをつけるとぐんぐん後続を引き離し終わってみれば大差をつける圧勝劇そして騎乗した飛騨騎手は嬉しい重賞初制覇そして通算50勝も達成素晴らしいですね古賀さんこれ飛騨さんの飛騨騎手の快挙達成も含めレースについても振り返っていただきたいんですが、はいまあ、結果的にね、あのー、馬もね あの仕上がってましたしね、まあ、あといい機種が乗ったということで、うんまあ、そういったレースのこの釈算なのかなって思いますけど、もねレース振り返って、まあ、スタートして、まあ、スタンド前で、ね、ポジション立った時に、まあ、大方、8割、9割はもうああ大方勝てるなっていったポジションでレースして見てて、うん、まあ道中どういうリズムでいくのか、もう道中も、ね、完璧でしたし、うんまあ、あと後ろからね、 どれが来るのかっていう前はねもう苦しくなってきてましたからねこのイロインピスが下がってきてもう後ろが来るだけですからまあ着差も考えてはいいい走りだったと思いますそうですよね、はい、いや今後日田騎こうどんな風になっていくのかそしてこの強さの秘訣はどこにあるのかっていうのをいつか聞いてみたいですよね、うんはい、さあというわけで改めて関係者の皆様おめでとうございますそれでは以上佐賀競馬パッカル情報局第273回 二月二十七日土曜日、レース展望でした。佐賀競馬パッカル情報局。次回の配信は、三月六日土曜日、七日日曜日の展望を、五日金曜日の夕暮れ時に配信します。それでは、来週は、金曜日の夕暮れ時にお会いしましょう。さようなら。